皆様こんにちは。いつも YouTube の動画をご覧くださいましてありがとうございます。本日は先日のアンケートのご意見を参考に、反映させていただきたく、今回はコミックの、作品の紹介も合わせて、ちょっとこれまで書いてきた映画も作品がありますので、ぜひよければご覧くださいませ。1枚目はこちらです。ほんのゼロだけプロ原稿の原稿用紙に、こちらで、主線をボールペンで書いていって、で空いたところには自分自身で舞台設定を考えてトーンを貼って書いていました。これは同じペンの太さで書いています。おそらく 0.38 ぐらいのペンだと思います。4、5のペンだと思います。で、2枚目はこちら、こちらは、学園祭文化祭っていう設定で書いてみたんですけども、上が空白だったので、このお話の展開を考えるとするなら、こんな感じで書いたものです。多分以前の動画でご紹介させていただいたと思います。髪の毛は普通の事務用のボールペンで描いています。で、2つ目は一気にご紹介いたしますけれども、こちら描いています。こちらとこちらの種類を別々のペンで、こちらの方はちょっと 0.38mm ぐらいのペンで書いて、ちょっとよりはっきり輪郭がくっきりしてるかと思います。あとは主にこちらとこちらに使いました。で、いよいよ3枚目っていうのがこちら。こちらは私が今書いてる小説の主人公、登場人物で、登場人物に関わる人物を書きました。今回ご紹介ということで、あえて、以前ご紹介させていただいたコロッケの描き方の、その鉛筆の姿勢を残したもので描きました。トーンもこちらはグラデーションのトーンを、あえてちょっと使ってみて、はだけた山の山あいを表現してみました。クロッキーで描いてみたり、主線で描いたりして、初の試みで描いた作品です。で、他にも人物画として練習したのがこちら。こちらも先ほどの主人公のに関わるんですけども、ちょっと変わりましたね。こちらが主人公の作品をちょっと練習で描いてみた作品です。以上がこちらの紹介作品のご紹介でした。ありがとうございます。